ただいま。おーい、帰ったよ。どこいるのえ寝室ああ、いたいたいた。<laughs> どう大丈夫さすがに大丈夫ではないだろうけどさ。どこがどう悪いの結局。言える <laughs> え顔が悪いって何なの顔が悪いってさ。<laughs> でもさ。 冗談言えるくららいなんだったらちょっとは元気っってこととだよねちょっと安心したかも。うん、だってさ電話してきた時はもう救急車とか呼ばないといけないくらいかもって思ってたからさちょっと焦ってたんだよ。<laughs> まあ元気そうでよかったよ。ああ起きなくていいよ起きなくてそのまま楽な姿勢で寝とけばいいからさああそういえばさ お昼ご飯ってなんか食べたえー、食べてないの何もうーんじゃあさ俺がなんか作ってあげよっか <laughs> あんまり自信はないけどでもご飯は食べないと元気出ないでしょえな、ー、に人の手引っ張ってさもしかして一緒に寝たいの <laughs> うーんどうしよっかなうーんじゃあ俺もさちょっと横になろっかな <laughs> ほら俺も入れて横にうんそうちょっと詰めて <laughs> うんぎゅぎゅうんどうしたのえ ゅってしたたかったのうんそっかそっかだって一人で不安だったもんねうんしんどかったと思うしごめんねすぐに来れなくてよしよし大丈夫だよ <laughs> でもこうやって元気な姿見れて俺もちょっと安心したかもうん でもさ明日は休みだからずっと一緒にいれるよ。<laughs> うんずっとゆっくりできる。うん、ぎゅう。んずーっとこうやってぎゅうってしときたいのわ <laughs> かったってか俺もしたい。よしよし。うん、あそういえばさ今日ね。 子供たちにさ、似顔絵描いてもらったんだよ。後で見せてあげよっか。あとそれと元気になったらでいいんだけどさ、壁面の工作あるじゃんか。あれちょっと手伝ってもらってもいい <laughs> いいの <laughs> ありがとうね。でもその代わり、今日はもうね <laughs>。僕の生徒たちみたいに、いっぱい可愛い可愛いってさ、甘やかしてあげるね。 本当に嬉しそうな顔するねこういう時ん、そういうとこが本当かわいい <laughs> ちょっとベッド一緒に入ってたらさ先生も眠たくなってきちゃったんそうだよ仕事してる時は自分のこと先生って言うんだよ <laughs> すごくない <laughs> 先生はねって言うんだよ <laughs> よしよし、トントン、トントン。また眠くなってきた先生のことは気にしないで、ゆっくり寝ていいからね。<laughs> <laughs> よしよし、うん。うん、いつもいい子で頑張ってるもんね。だからさ、 頑張ってるから疲れちゃったんだよね <laughs> よしよしうん。明日はお休みだし休みの間はいっぱい寝ていっぱい美味しいご飯も食べてねまた一緒に頑張ろうね <laughs>、うんって寝ちゃってるしうーんー <laughs> お休みねいい夢見るんだよ